皆さんこんにちは。慶應義塾大学循環器内科の井ノ原拓と申します。本日は5分でわかるベストティーチャーシリーズ、大動脈弁狭窄症病態と診断編についてお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。大動脈弁狭窄症とは、左心室と大動脈の間にある大動脈弁の開放が制限され狭くなった状態のことを指します。病院としましては、加齢性変性、リウマチ性、先天性の2腺弁の3つが挙げられます。本邦における大動脈弁狭窄症の多くは、加齢性変性ですが、比較的若年者において大動脈弁狭窄症が認められる場合には、先天性の2腺弁であることが多いです。リウマチ性に関しては、リウマチ熱の減少とともに本邦で見られることはかなり稀となってきております。先天性の2腺弁では上行大動脈の拡大、リウマチ性では僧帽弁狭窄症の合併に留意する必要があります。続きまして、大動脈弁狭窄症の病態ですが、大動脈弁狭窄症をきたすことにより、左室抵抗が上昇、左室収縮気圧が上昇し、それに伴う左室肥大により拡張機能障害から左心不全に至ることが主病態とされています。また心拍出量の低下から血圧低下をきたし、間血流あるいは脳血流の減少から狭心痛や失神発作を起こすこともあるとされております。大動脈弁狭窄症は無症状である期間を経て有症候に至ります。重症であっても症状はないことはしばしば経験されます。しかしながら、一度症状が出現した場合には、その予後は非常に悪いことがよく知られております。ここで示す図は、大動脈弁狭窄症の自然予後を語る上でよく引用されるものですが、古典的には心不全を発症してから2年、失神発作を起こしてから3年、狭心症状が出現してから5年の平均余命と言われております。ただし、この図における平均死亡年齢は63歳とされており、本邦における大動脈弁狭窄症患者のそれとは大きく異なっており、現在の医療に正確に該当できるかに関しては少々疑問が残る図であるというふうに言えるかと考えられます。大動脈弁狭窄症の身体所見としましては、聴診所見が非常に特徴的であります。心雑音として第二肋間胸骨上を最強点とする頸動脈へ放散する駆出性収縮雑音を聴取します。また2への開放が遅れることにより2音のキー性分裂を生じます。その他身体所見としましては、脈の立ち上がりがゆっくりとなる地脈、収縮期と拡張期の血圧差が小さな小脈が特徴的です。対照的に大動脈弁閉鎖不全症では側脈大脈となります。大動脈弁狭窄症の診断には、心臓超音波検査が非常に有用です。石灰化を有し、可動性の低下した大動脈弁が認められます。またカラードプラを載せますと、その周囲に難流を認め、加速血流があることがわかります。大動脈弁狭窄症の重症度評価として、心臓超音波検査における大動脈弁の最大血流速度、平均圧格差、そして大動脈弁弁孔面積を参考にします。最大血流速度が4メーターパーセカンド以上、平均圧格差が40ミリマーキュリー以上、大動脈弁弁孔面積が 1.0 平方センチメートル未満である場合には重症と診断します。ただし、大動脈弁弁孔面積が 1.0 平方センチメートル未満であっても、左室収縮能が低下しているために十分な圧格差を作り出すことができず、平均圧格差が40ミリマーキュリー未満となるようなローフローローグラディエントASなどと呼ばれる病態も存在するため、重症度判定にはドビタミン負荷エコーや CT でのカルシウムスコア測定、カテーテルを用いた同時圧測定など複合的に判断する必要がある症例も存在します。以上、大動脈弁狭窄症の病態と診断に関して簡単にまとめさせていただきました。重症大動脈弁狭窄症は精神直結する病気です。聴診をはじめとする身体所見から疑い診断することもできますので、初診を忘れず、問診や身体所見を大切に診療に当たることが重要であるというふうに言えると思います。弁膜症領域は、最近の治療技術の進歩により、カテーテルを用いた非侵襲的な治療方法が普及してきております。慶應義塾大学のハートチームでは、こうした弁膜症治療をはじめとした構造的心疾患、SHD に対するカテーテルインターベンションを積極的に行っております。ぜひ皆さんと盛り上げていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。以上となります。ご清聴ありがとうございました。